確実に止まれるようにコントローラーのタイミングをよーく考えて操作するように。ちょっと間違えるとすぐにやられてしまうぞ。クラッシュマンのステージだ。ここはとにかく上へ上へとどんどん登れ。はしごを伝って登るんだぞ。敵に触ったりしたらすぐ落ちてしまうからな。落ちたらまた下からやり直しだ。高いところが苦手なやつは難しいだろうな。8人のコボスを倒したところでドクター・ワイリーの面に行けるわけだが、ここが X のチャレンジステージだ。タイムトライアルだぞ。記録は2分20秒。自信満々の X を君は破ることができるか。師範代大堀、 X が肉体派だとしたらこちらは頭脳派。ゲーム界の結婚詐欺師の異名を持つ。どうも、ゲームアナライザーの大堀です。レギュラーの僕は女性のように繊細なグラ2がお気に入りなわけで、パワーメーターがセレクトできるのも好きだし、上がってしまったんで、とりあえず攻略の方行ってみましょう。ステージ2。この面はギーガステージと言われ、おどろおどろしいエイリアンやホーム外上の敵が攻撃してきます。攻撃が激しいのでフォースフィールドを張るのを忘れないようにしてくださいね。アーケード版と違って墓石が2ついるので、1匹やっつけたからといって油断していると次のボスにやられてしまいますよ。ステージ3、アーケード版で最も難易度の高かった逆火山のステージです。ファミコンナイズされているので、若干難易度は下がっているとはいえ、油断は禁物です。フォースフィールドを張るのを忘れないようにしてくださいね。
アーケード版で別ステージだった水晶の面もこのステージ3に加わっています。水晶は硬いので端からやっつけていかないと画面中にはびこってしまうので注意してくださいね。ステージ4、グラディウスといえばモアイと言われるほどあまりにも有名なステージです。前作とは異なり、今回はモアイの口の向きが変わるので日本砲が様々な方向から飛んできます。うかうかしてるとやられてしまいますよ。アーケード版で好評だった巨大モアイも登場。口モアイを吐く姿はまさに圧巻です。ステージ5、グラディウス・サラマンダのボス敵が一堂に登場します。ステージの始めにはパワーアップカプセルがたくさん出ますので、もし途中でやられてしまった人はファイターの立て直しに使うのもいいんじゃないですか。ステージ6、いよいよ要塞内部に突入です。内部は様々な防衛システムが働いており、プレイヤーの行く手を遮ります。アーケード版を忠実に移植しているので、アーケード版に出てきたような様々な中ボスがプレイヤーの前に立ち上がると聞かれます。カニ道楽の愛称で有名なメカガニも登場。アーケード版と違うのは中央のクワを撃つとやっつけることができることです。ステージ7、いよいよ最終面です。途中出てくる銃突き状の細胞を超えた後、行く手に待つのはボス敵ゴーファーです。といったわけで、僕のチャレンジステージは1面 X と違って大掘り優しいでしょ。